小熊のベルボン7、星空の向こうで会いましょう2、鈴鹿市立図書館。わーい、流れ星見つけた2つ、ミッケ3つ。星祭りが始まりました。夜空に光の線を引いて星が次々に流れます。いくつ数えたっけ？あら、ベルボン、もう忘れちゃったの？星空の真ん中にたくさんの星が集まって道のように白く光っています。突然、向こうから誰かがやってきました。誰？小さい子は怖がって隠れました。あの形はもしかしてカエルさんじゃない？ももちゃんが言いました。なんだ、カエルさんと分かってみんなはほっとしました。そういえばカエルさん、久しぶりだね。どうしてたの？みんなは首をかしげました。ではここでお話のおさらいをしましょう。さよならカエルさん。さよならブラックブック。ブラックブックグッドラック。飛んでけ飛んでけドンチッチ。そうでした、カエルさんたらブラックブックと旅に出たんです。ふらりーっと行っちゃうから心配しましたよね。あれからどうしたんでしょう。二人とも結構楽しそう。すっかり意気投合しちゃってます。でもブラックブックは？カエルさんだけ帰ってきたの？え？なに？ブラックブックからベルボンにお手紙があるですって？なんだ、それを早く言わなきゃ。はい、これお手紙だよ。カエルさんがベルボンにブラックブックからのお手紙を渡しました。わあ、ブラックブックさんからだ。ベルボンはドキドキしながら星明かりを頼りにお手紙を読みました。ベルボンへ、僕に会いたくなったら星空を見て。ベルボンは星空を見上げました。星空は知らん顔です。ブラックブックさん、どこにいるの？あれ、チェロの音が聞こえるよ。横で寝転んでいたポンくんがつぶやきました。え、本当？反対側からももちゃんの声もしました。ほら、聞いてごらん。耳を澄ますと虫の声が懐かしいチェロの響きに聞こえます。ポンくんのおじいちゃんが似ているみたいね。3匹は優しい音色に
耳を傾けました。ベルボンは星空の白い道の向こうに黒い暗闇を見つけました。この暗闇の色に見覚えがあります。これはブラックブックさんの色だ。暗闇でキラリと瞬く星がありました。これはブラックブックさんの星だね。ベルボンは嬉しくなってにっこりしました。ブラックブックさん、お元気ですか？お手紙ありがとう。ベルボンはブラックブックの星に心の中で話しかけました。ブラックブックさん、あちこち旅をしていろんなものを見てきたの？空の端っこはありましたか？あの時もらったおにぎり、おいしかったよ。また一緒に食べようね。ベルボン、ブラックブックさんのお手紙になんて書いてあったの？ももちゃんが聞きました。あのね、ブラックブックさんは会いたくなったら星空を見てねって。ロマンチックね。それでね、星空の向こうで会いましょうって。星空の向こう？遠いね。ポン君が言いました。あ、ミッケー、また一つ星がこぼれて落ちました。7つ、58。え、58？月ちゃんすごい。ふふふ。キーウイキーウイ。